バモース！どうも、キャンプ業界のおしゃれ番長こそ、ドン・ディオジでございます。お久しぶりでございます。キャンプ業界でおしゃれと言ったら、このドン・ディオジこそ、ドン・ディですね。もう今日はドン・ディで行きましょう。本日はですね、皆さんにおしゃれキャンプギアということでご紹介させていただきたいと思っているんですけれども、おしゃれなキャンプギアって、どうしても値段が高かったりしますよね。デザイン料や独自性が加わってきますので、どうしても値段が上がってしまうのはしょうがないんですけれども、いかんせんね、皆さんにこう、紹介しにくいっていう部分がね、正直ございます。ということで、本日はですね、我々のフィールドアからですね、おしゃれなキャンプギアがどんどん出てますので、我々のフィールドア、おしゃれベスト5ということで、皆様にご紹介できればと思っております。もうね、とんでもなくね、コスパが良くて、おしゃれな製品バンバン出てきますので、最後までご視聴お願いできればと思っております。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで本日はですね、キャンプ業界のおしゃれ番長こそドン・ディがですね、フィールドアから出ておりますおしゃれキャンプギア5000ご紹介させていただきたいと思います。まず最初になんですけども、フィールドアご存知ないよっていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、もうね、国内のブランドさんの中で一番コスパがいいって言ってもいいキャンプブランドさんじゃないかな。2番かな3番かな、そのぐらいのすごいね、製品力もあって、いろんなね、キャンプ道具おすすめできるブランドさんなんですけども、ここ最近ね、むちゃむちゃおしゃれになってるんですよ。ドン・ディもですね、これは侮れないなということで、フィールドアのね、おしゃれアイテムゲットしてきましたのでね、本日はですね、皆さんにご紹介させていただきたいと思います。そしてですね、本日はその中でも5つにね、絞ってね、ご紹介させていただきたいと思いますのでね、ぜひ楽しんでいっていただければと思っております。はい、ということでまず1つ目なんですけど、皆さんどれだと思いますか？我々のフィールドア製品たくさんあるんですけども、まず1つ目は目の前にあるこのアルミロールテーブルのご紹介になります。こちらのアルミロールテーブル、皆さんどうですかね。マットなね、ブラック仕上げになってまして、めちゃくちゃかっこいいんですよね。すごいシンプルな作りをしておりまして、まあ正直ね、フィールドアさんには申し訳ないんですけども、これ本当にフィールドア製品かと、ガレージブランドさんのテーブルなんじゃないかっていうような作りになっております。ただね、これかっこいいだけじゃなくて、もちろんフィールドアさんの製品なんで、性能もね、めちゃくちゃいいんですよね。まずね、こちらアルミロールテーブルということなんで、アルミ素材になってるんですよね。すなわちですね、非常に軽くてですね、腐食に強いので、長く、まあ半永久的にね、使える製品になっております。こちらのサイズ感なんですけれども、横幅がね、108センチありまして、結構大きいですね。目の前に2人掛けのソファー置いてますけど、それよりね、大きいサイズになっております。シングルのチェアを置いても2人掛けね、できるぐらいのサイズ感ですね。この後紹介しようと思うんですけども、ここのね、横幅が60センチあることによってめちゃめちゃ便利なんですよ。これがね、60センチ取られてるキャンプテーブルって実はね、そんなになくて、ファミリーでもね、かなりお使いやすいんじゃないかなというようなサイズ感でございます。そして高さが44センチになっておりますので、最近流行りのね、ロースタイルですね。私のチェアやソファーもロースタイルなんですけども、その高さにね、バッチリね、合わせやすい高さになっております。そしてですね、こちらサイズ感が素晴らしいだけじゃなくてですね、アルミのロールがあることによって、今サングラスかけてますけれども、ここにね、カラビナでランタンかけたり、シェラカップかけたりですね、あとね、タオルとかもね、ここにかけることができるんですね。それがですね、両側についてますので、かなりね、使いやすい仕様になっております。そしてこれ重量が 5.4 キロなんで、めちゃくちゃ軽いんですよ。キャンプってテーブルの位置結構変えること多いんで、そういった時に一人でね、こうやって簡単に持てちゃう、もうこれ女性でも全然楽勝だと思います。ほんとね、これはめっちゃいいなって思いましたね。このぐらいの大きさのテーブルだと、木材使うと10キロ超えは確実なんで、めちゃくちゃ重たいんですよ。正直ね、これね、おしゃれじゃなくてもかなりおすすめしたいレベルなんですけども、サイズ感がめっちゃめっちゃいいんですよね。私がね、愛用してるこのね、フラットバーナーを導入できるテーブルとかですと、非常にね、かっこいいんですけれども、フラットバーナーをインストールしちゃうとですね、
テーブルとして使える部分がめちゃくちゃ少ないかつ、フラットバーナー縦のサイズ決まってるんで、すごいね、狭いんですよね。ここで調理して、コップとお皿置いたらもう、あとはサイドテーブルとかを使うしかなくなってしまうんですけども、このね、フィールドアのアルミロールテーブルは結構でかいんですよ。思いました。やっぱこのぐらいのサイズ感って必要だなって思ってて、ラーテルワークスなんかもそうですけれども、フラットバーナーを導入できるタイプってかなり多いんですけど、そうするとやっぱ縦のサイズ限られちゃうと荷物置くスペースあんまないんで、だいたいね、ファミリーで使うと2つか3つとかテーブル必要なんですけども、これは広々としてほんといいですね。フラットバーナー導入できないんですけども、フラットバーナーってね、そんな火力強くないし、OD 缶を使うんで、結構ね、燃費にも悪かったりするんですけども、ある意味ね、これインストールできないから、もう上に好きなコンロ、2バーナーも置けるし、タフマルくんとかも置いて、そういうので自由に使えるんで、すごくいいなって思いました。アルミなんで、そのまま熱いもん直置きしても焦げる心配とかなくて、気になったもんサイドにかけてあげればいいし、正直このサイズでこのシンプルさって他のメーカーでないと思いますよ。しかもね、フィールドアさんね、見えるかな？ロゴがね、見えますか？めっちゃちっちゃちっちゃい感じでね、ブラックで決まってるんで、俺はフィールドアだよ、我々のフィールドアだよってそんな主張してないのがまたいいなって思いました。ある意味ね、ここにステッカーなんか好きなの貼っちゃえば気にならないだろうし、そういう点においてもめっちゃいいなって思いました。で、組み立てもめっちゃ楽ですね。ロールテーブルなんでこんな感じで取ってで、サイドカポって取って、で、真ん中支えてる棒を取って、はい、こんな感じで畳むだけ。こんなんですよ。収納袋もセットになってるんですよ。お値段ね、これね、1万円切るんですよ。概要欄チェックしていただければと思うんですけど、これはやばいなーと思ってて、はい、組み立てもめちゃくちゃ楽ですね。キャンプテーブルって、皆さんもう最初に多分買うんで、今更テーブルいらないよっていう方も多いと思うんですけども、これはね、正直、買い替えても、もういいんじゃないかなっていうぐらい、これはいいなって思いましたね。はい、これで完成ですね。これめちゃくちゃ使い勝手いいんで、5000と言いながらも、ロンディはですね、いつもやっちゃいます。一番いいのを一番最初に紹介しちゃうんですけど、次もね、めちゃめちゃいいんで、ぜひね、最後まで見ていただければと思います。はい、続きましてなんですけども、どの製品だと思いますかね。2番目はですね、こちらの六角形のフィールドラックとなっております。こちらのフィールドラックなんですけども、サイズ感としましては他のブランドさんのフィールドラックよりですね、若干大きいかなぐらいの作りなんですけども、詳細のスペックはこんな感じなんですけども、こちらね、何がいいかというと、形がね、六角形をしてるんですよ。おい、ドンディーと、六角形してるから何なんだっていうことなんですけれども、まずね、普通のフィールドラックって大体四角しかないんですね。差別化って正直あんまりできなくて、結構ね、安価なものから、ガレージブランドさんで何万もするフィールドラックって出てるんですけども、ぶっちゃけね、あんまり変わんないんですけども、このフィールドアのものは六角形、なんで、そこでね、差別化を一つ図れると思います。別にそんな差別化図ってもしょうがねえよって思う方もいらっしゃるかと思うんですけども、これね、こんな感じ、こんな感じであと2つ足して3つつけることによって、コックピットスタイルにもできるんですよ。むちゃくちゃかっこよくないですか？フィールドラックっておそらくここにね、クーラーボックス乗せたりとか、ポータブル電源乗せたりとか、なんかね、小物置きとかに使う方多いと思うんですけども、これをあと2つ買い足してコックピットスタイルにしてあげるとですね、ソロキャンプの時のもうメインテーブルになるんですよ。これ何がすごいかっていうと、ソロキャンプ行く時は3つつなげてメインテーブルにしてあげてもいいし、ファミリーキャンプ行く時はそれをね、3つ小物置きにしてもいいし、いつでもね、持っていくことができるんですね。これは素晴らしいなと思って。さらにですね、フィールドアさん、天板も別売りでセットできるということで、これほんと、ソロのメインテーブルに全然なりますし、ここね、蓋つけてコックピットスタイル。こんな感じで4つで、ファミリーでも使える感じ。で、6個重ねてあげると、焚き火を囲んでね、使うこともできるんですよ。すげーよく考えられてるなーと思ってて、今までね、フィールドラックって言ったら大体長方形の形しか皆さん多分使ってきてなかったんじゃないかなと思うんですけども、さっきのね、アルミロールテーブルは買い替えるっていう選択肢だったかと思うんですけども、このフィールドラックはですね、買い足すっていう選択肢がね、新たにできるんじゃないかなと思ってて、価格もですね、
ですね、これ1個3300円でございます。天板が2800円なんですけども、これ同時購入でもっとお安くなりますし、これ2個セットとかもっと値段落ちて、楽天とかで買うともちろんポイントもついてくるんで、ぜひね、概要欄見てほしいんですけども、いや、フィールドラッククはフィールドアで決まりなんじゃないかなって思うぐらいね、かなり気に入りました。しかもさ、フィールドアさん、これ天板の刻印がすげーちっちゃくて控えめなんですけど、これね、こうやって使ってるとここにあるじゃないですか、ひっくり返したらフィールドアの文字がなくなっちゃうんですよ。いやー、控えめでいいなー、本当にね。結構ロゴトーンってやめろーっていうのあるんですけど、好きだなーフィールドアさん、本当に好きだなーって思いました。しかもこれあえてぴったりサイズじゃないんですよ。ここの隙間があるところにシェラカップかけられたり、カラビナかけたりとか、結構ねカスタマイズできますので、これはねすげー使いやすいなって思ったので2番目にね上げさせていただきました。まだまだいきますよー。続きましてなんですけども、3つ目はですね、マルチグリドル、マルチグラドルパンのご紹介になります。こちらなんですけれども、以前の動画でね決定解説させていただきましたところですね、なんとですね10万回以上の再生をいただきました。皆さんありがとうございます。ということで、今ねもうキャンプ料理といったらね、マルチグラドルがね世の中石鹸してると思うんですけれども、いかんせんね値段が少し高いということで、フィールダーさんの製品は皆さんにね結構おすすめできるんじゃないかというところで紹介させていただいたところですね、今回ですねホワイトバージョンも出たということで、早速ドン買ってしまいました。これね正直黒より個人的には気に入っております。それなぜかというとですね、これ見てください、真っ白なんですよ。何を言ってんだと、当たり前のこと言ってんじゃねえかと思いかと思うんですけれども、 JHQ から出る正規品のですねマルチグリドルに関しては真っ黒なんですけど、フィルダーさんから出てるものはマーブルコーティングになってまして、真っ黒ではなかったんですよ。若干ね違う色が入ってて、めちゃくちゃ映える料理を作るってなると真っ黒なのがかっこよかったんじゃねえかなと思ったんですけど、今回ですねコーティングが真っ白なんですね。これはねすごくありがたいなと思ったプラスですね、見てください、取っ手がオプションでつきました。しかもこれ取っ手のオプションで1100円ですからね、おいフィールドはどうなってんだよって感じですよね。白にねこのグリップつけてあげるとめっちゃ可愛い。これはね最高ですよ。なんかブラックバージョンもなんですけど、グリップが赤じゃなくてねこういうオフホワイトになったのでね、それもねちょっと使いやすい点かと思うんですけど、これ買うんだったら僕はね絶対木のグリップも、世の中に絶対ってあんまりないと思うんですけどね、このグリップは絶対購入してもいいんじゃないかなと思ってますね。で、フィードアさんのは専用のバッグもついて3800円とかそんなんですよね。すいません、概要欄見ていただければと思うんですけども、まあ、一つがっかりポイントを言うとしたら、木のグリップがちょっと大きくてちょっと収まりが悪いかなっていうぐらいなんですけど、この白ねめっちゃ可愛いなって思いました。で、ドンよと、普段のねこういうマルチグリドルの黒で別にいいじゃねえかと、白いらねえだろっていう気持ちで、ね、わかりますのでご回答させていただきたいと思うんですけど、例えばねこういう黒のテーブルとかね、こういうウォルナットカラーに合わせるとこんな感じですね、ブラックのがかっこいいと思うんですね。ただこういうねちょっと薄めのオーク材とかに合わせる場合は白のが可愛いんじゃないかなって思ってまして、お手持ちのテーブルとか食器の色なんかにも合わせて使ってあげてもいいんじゃないかなって思います。このチャンネルはね男性の視聴率が8割ぐらいあるんですけれども、マルチグリドルねやっぱちょっと高いんで、欲しいけどなーって思ってる方はですね、ぜひ奥さんにこの白色でとっても可愛くなったし、これでねクレープとか作ってあげてお子さんも喜ぶからなんてね言ってあげると、ちょっとねお財布の紐緩むんじゃないかなと思ってるので、これからねボーナスの時期にもなるかと思いますので、奥さんのご説明にね一役買っていただければと思っております。で、これが3番目の製品だったんですけど、4番目も行かせていただきます。はい、4番目の製品はこちらですね、ウォータージャグの10リットルになっております。こちらはねソフトタイプなんですよね。ドンDはですねキャンプでは欠かせないねこのウォータージャグはソフトタイプ一択なんですよ。ハードタイプはね結構かさばるんでソフトタイプを愛用してるんですけれども、今まではねこのコラプスのソフトジャグを使っておりました。これね言わずもがなでめっちゃかっこよくて
使い勝手もすごくいいんですけども、これねちなみに8000円ぐらいするんですよ。そうなるとですね、おいこれ水入れるだけで8000円かよって言われてしまうので、なかなかねおすすめはできなかったんですけれども、今回ねこのフィールドアから出てるねウォータージャグのソフトタイプ、これはねおしゃれで使い勝手もめっちゃいいんで、皆さんにねおすすめできるんじゃないかなって思いました。このねフィールドア最近の製品にはこのピープル&ネイチャーって書いてあるんですけど、これがついてぜひねどれも可愛いんですよね。こちら値段がですね3740円っていうことで、かなりねおすすめしやすい価格帯になっております。ほんとねソフトタイプのジャグってね選択肢がないんですよね。今までねコラプス一択だったんじゃないかなっていうぐらい選択肢がない中ですね、このフィールドアの製品が最近になって発売されたんで、価格もそうだし可愛さとかもあってね本当におすすめできるんじゃねえかなって思いました。これ止水ジップがついててですね、こうやって逆さにしても全然水漏れの心配とかもなく使えますし、10リットルっていうのがねすごくねちょうどいいサイズ感なんですよ。大人がだいたい1日で 2.5 リットルぐらい使うって言われてるんで、大人4人分ですよね。非常にいいサイズ感で、10リットルってやっぱ片手だとちょっと重いんですけど、取っ手がね両方ね結構長いんですけど、こっちがドンだとするじゃないですか。でこちらナーさんだとして、こう2人でこう仲良く持ち運びができるんで、こういうのもねすごくいいなと思いました。もちろんね真ん中にもこういうのついてて肩掛けねすることができるんで、10リットルねこう片手で持つと結構重いんですけど、そういうね使い勝手もすごくいいなって思いますね。で水の量もこうやって調整できるんで、いっぱい出したい時とかちょっとねちょろちょろにしたい時とかも選べるし、すごくねいいですね。ただねメーカーの注意文にも書いてあったんですけども、届いた時ビニールが結構匂うんで、それねかなり注意点でしたね。1日2日日干ししてくださいってことだったんですけど、私の感覚ですと3、4日は日干しした方がいいかな。結構ビニールの匂いが気になるよって方って結構多いんじゃないかなと思いますね。ただ人体に影響ない使ってますよとメーカーにも載ってたんで、今ね全然匂いとかも気にならないんですけども、最初購入した時はねおいこれ大丈夫かっていう匂いは正直するんで、それだけね注意点ですね。それだけを気をつければですね、正直コラプスと使い勝手変わらない、あとはもう見た目の好みになるんで迷っちゃうなーって感じですよね。僕は結構グレー系のアイテムが多いんで、それに合わせてあげるんだったらコラプスだし、ファミリーキャンプで使うんだったらこういうねタンカラーとかベージュカラーのが合わせやすいよっていう人も多いかなと思ってるんですけど、ソフトタイプのウォータージャグはねあってもねあんまかっこいいのがなかったりするんで、かなりおすすめなんでチェックしてみてください。ということで最後5つ目ご紹介したいと思います。はい、最後はですねクーラーボックスということで、こちらもねピープル&ネイチャーの製品になってるんですけども、これ見てください。フィールドアさんには申し訳ないけどめちゃくちゃかっこよくないですか。僕ね奮発してねイエティなんかも持ってるんですけど、正直これ色合いとかもあんまり変わんないし、どうですかね、どうなんでしょう。クーラーボックスね、先日ねこの動画見ていただければと思うんですけれども、どのハードボックス使ってもねそんなにね精度変わんなかったんですよ。で前回ねハントっていうのを使ったんですけど、これもですねおそらくね同じく OEM になってまして、ここのステッカー部分でハントはこれねロゴがあったんですけども、フィールドのものはステッカーになってまして、でこの怒りのハンドルがあって、栓抜きとかもついてるんで、まあおそらくほぼ同じ OEM 製品だと思うんですけど、その中でも値段がねいっちゃ安いと思います。しかも安心のフィールドア製になってるんで保証も効くし、ハードクーラーボックスは本当これでいいんじゃないのって思えるような品でございます。これ42リットルサイズなんですけども、これより大きいね60サイズもあるし、30リットルサイズ20リットルサイズね4種類出てて、カラーがねこのチャコールとホワイトとタンカラーから3つ出てるんで、これから先ハードクーラーちょっといいの欲しいなっていう人はぶっちゃけもうフィールドアで間違いないと思ってます。すげえねお買い得だと思います。イエティでねこのサイズ買うと5番とか6番とかしちゃうんですけど、これが楽天で 21,450 円ですよ、このサイズ感で。で中も全然使い勝手も良くて、いやーこの夏はフィールドアで決まりなんじゃないかなって正直思っちゃうような製品な
になってますね。このピープランネイチャーがついてるの最近ね、めちゃめちゃ可愛いんですよね。ほんと可愛いんで、これからにも期待ですよね。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。本日はですね、ドン・D・オジがセレクトしましたフィールドアのおしゃれなアイテム5000ということですね。こちらのテーブル、そして六角形のフィールドラック、そして白のマルチグラドルと、こっちのですねソフトタイプのウォータージャグにクーラーボックスということでご紹介させていただきました。どれもね、本当フィールドアさんには申し訳ない、フィールドアの製品とは思えないぐらいね、むちゃむちゃかっこいいですよね。しかも機能性も良くて、これはね本当コストとパフォーマンスとおしゃれと三位一体の製品なんじゃないかなって思っております。今年に入ってからフィールドは特にね加速してきたなって思ってるんで、後半もねかなり期待できる製品ねたくさん出てくるんじゃないかなって思うので、ドンもねこれから要チェックでね追っかけていきたいと思います。製品はねすべてね概要欄載ってますので、チェックしていただければと思っております。そしてですね、ドン良かったよとか、なんか感想でも構わないんで、僕もねこれ一人で撮影しながら喋ってるんでちょっと恥ずかしいんで、ドンと何かコメントいただけると幸いでございます。いいねボタンもぜひよろしくお願いします。ということでね、また次の動画でー。